最終流派グレンモルト X さん、逃走中のハンターの走り方はどう思いますか。うん、硬い、なんか何十本も何十本も走るために、そうね、スピードは抑えて何本も走れるような感じの走りかな。 100% スプリントではないでしょうね。なんかこうやって固くロボットみたいな走ることを指導されてるだろうから、ナチュラルな走りではないなと思いますけど、でもいっぱい何十本もこうシャトルランとかできるようにトレーニングをしてる子たちだろうから、持久力はあるんじゃないですかね。間違いなく俺より持久力はあると思いますね。一本のスプリントだったらそんなにやられることないと思いますけど。勝ちたかったら登録しとけ。